男優賞高橋美明さんです。どうぞ前へ。プレゼンターは引き続き山口メロンちゃんにお願いいたします。それはおめでとうございます,す。おめでとうございます。はい、えー、本当に素敵な賞をいただきありがとうございます。えー、僕がこれまで関わってきたすべての皆様と、あのー、関係者の皆様のおかげでいただけたこの賞だと思います。 本当にこれからこの賞の名に恥じないような活躍をできるように日々精進してまいりたいなと思いますあと僕すごいメロンが好きなんで<お>この賞いただけたことはこう役者としても嬉しいんですけれども一人間としてもとても嬉しく思いますありがとうございます そうですか。あの夕張メロンありますんで、はい、持って帰ってくださいね。ありがとうございます。ええ、先ほどちょっと楽屋の方でね美味しいですか。そういうことはやっぱり言った方がいいですか。まあ今年は話題のホラー作品の牛食い裏にも重要な役所で出演されましたが、仮面、はい、ライダーも含めてファンタ作品の出演というのは現場はいかがですか。そうですね。本当にやっぱりこうホラー映画だったり。 あの仮面ライダーっていう特撮だったりすると、結構撮り方が他の作品とは違ったりもするので。そういった部分の集中力だったり、自分の中でこう役と向き合う姿勢みたいなものは、また全然違うなっていうのを日々。こう撮影期間は感じながら、あの皆さんと一緒に作品を作ってましたね、うん。女優賞堀田真由さんです。プレゼンターは引き続き山口メロンちゃんにお願いいたします。それでは、トロフィーの授与です。 おめでとうございます,います。こんばんは。堀田真由です。えー、この度は本当にあの名誉ある賞をいただき、本当に光栄に思います。そうですね、こう自分なりにですけど、日々こう積み重ねてきた結果がこう。今日に繋がっていたのかなと思うと、すごく自信が湧きますし、そしてこれまでの道のりでこう関わってくださった。 すべての方々の顔が今この賞を手にしてこう思い出されていてこう皆さんに感謝の気持ちを忘れずにえこれからも誰かの記憶に交わったりえ希望となるような作品を届けていけたらいいなというふうに思いますえ本当にありがとうございますおめでとうございますおめでとうございますまあホッタさんというと本当にゼクシーの CM でね <はい S 2> <laughs> 印象強いんですけれども <はい S 1> <laughs> だそういういうに見てたら「うん、鎌倉殿の13人で」で小栗旬さんの奥さんになるという今、大河、どういう体験ですか。そうですね、ちょっともちろんそのプレッシャーみたいなものもあったんですけれども、うん、本当に。あの 鎌倉殿の13人のキャストの皆様が本当にあの皆さん優しく接してくださってこう先輩方にすごくこう心を委ねながらししましたそうですか、はい、小栗旬さんは夕張映画祭も非常に馴染みがあって初監督作品でもう俳優さんみんなとこう,うわーっとやってきて飲み屋でわーっと騒いでっていうことがあったんですけども今、小栗さんどんな人になってます、うん、そうですね、えー <laughs> 撮影はあの終わったんですけど、うん、そうですねやっぱりまあ、これからも変わらず小四郎殿私の中では旦那さん小四郎殿かなと思うので、うん、はいまたお会いできたらいいなと思います,そうですかありがとうございますこれからもご活躍をありがとうございました